浅間山は東京都府中市にある標高79.6メートルの山。陸軍の火薬庫として利用されていたが、戦後に払い下げられ1970年6月1日、浅間山公園として開園。山全体が都立浅間山公園となっている。瞳街道沿いにあり、歴史の書や絵に記されている。 この周辺の地はかつて、瞳村であり、瞳山とも呼ばれた。大地が河川によって削られて、丘として残ったもので、府中市唯一の山である。道山、崎山、中山の三つの山により構成されている。周辺との飛行は約30メートル。瞳城墓石が崎山尾根にある。太平洋戦争中はこの地には陸軍燃料省があり。 浅間山の麓のくぼ地などには燃料貯蔵タンクが設置されていた。また、陸軍の調布飛行場の戦闘機を隠蔽する場所としても利用された。地質は玉丘陵と同じく三浦総軍からなり、その上に御殿峠歴層、関東ローム層も見られ、武蔵野大地成立前に遡る古い玉川が削って残した残旧と考えられる。これは稲城南山とは異なっている。 小なら、くぬぎ、犬しでなど、武蔵野の面影を残すゾウ林である。また、日本で唯一の武蔵野木すげの自生地で5月下旬に見頃を迎える。他、金蘭、銀蘭、山百合などの山野草が見られる。山頂には、円形の古墳がありその上に、浅間神社の祠がある。同山の頂上に鎮座する。祭神は、この花咲くや姫命。祭日は、 4月1日。神社市によると、祭り神木下、昨夜日命、由緒鎮座の紀元年月未勝者殿間口二尺奥行二尺。ただし、石宮境内百坪流木十五本神と五十九人、となっている。御神体は十一面間の立像、浅間社商社、道山の球場にあり、例祭六月昨日。神体は物体にして、立神の動物をやすず。 超一尺五寸、元、村内中山の聖戦中より、出現せりと運。干つの時には土人この像を、かの聖戦のところに移して、捧ぐさえすれば、必ず観望ありという、新編武蔵風土気候。ありがとうございます。